かつて3 7 3系でも運行されたセントラルライナーセントラルライナーはかつて東海旅客鉄道が中央本線の名古屋駅中津川駅間で運行していた快速列車である座席指定性の列車であり名古屋駅田嶋駅間の確定車駅で乗車、降車する場合はホームライナーと同様に座席を指定した乗車整理券を購入する必要があった規則の上では 急行券の不要な抗議の普通列車の一種であり、青春18切符でも乗車整理券の購入で乗車可能であった。ただし、一部区間では乗車制限がなかった。相性は公募により決定されたものである。1999年12月4日のダイヤ改正で従来から毎時2本運転されていた名古屋駅、中津川駅間の快速列車のうち1本を置き換える。 形で設定された。専用車両を使用し、従来の快速より停車駅を減らしたことで、岐阜県東濃地域の各駅から名古屋への到達時間をいくらか短縮し、乗車整理券さえ購入すれば着席が保証されるため、折から名古屋駅の駅ビルとして開業した JR セントラルタワーズの人気も手伝って、休日には増結用車両が不足し、3 7 3系。 3 8 3系特急系電車の応援を仰いで運転されるほどであった。なお、2000年に本来の使用車両である3 1 3系8 0 0 0番台が増備されたため、特急系車両の使用は解消された。反面、それまで確立されていた快速4、普通4のパターンダイヤを崩したため、愛知県内の快速停車駅で、 実質的に昼間時間帯の本数源となり、また、通過駅でもダイヤの極端な不当時各化を招く事態となった。この問題については、2008年3月15日のダイヤ改正で、名古屋高蔵時間に、毎時一本ずつ普通列車が増発され、改善が図られた。岐阜県内の各駅については、快速列車の置換へで設定されたという経緯から、 ほぼ選択の余地なく乗車整理券の購入を強いられることや、その料金負担の割には、座席が料金不要の快速列車と同じ転換クロスシートのままであること、後日の乗車整理券不要措置区間後の利用時には空席が存在しても着席が制度上保証されていないなどの問題点もあった。詳細は乗車整理券発券方式を参照のこと。 2013年3月16日に実施されたダイヤ改正で名古屋中津川間の追加料金不要な快速列車を毎時2本とすることに伴い運転を終了した。これにより名古屋田見間の日中の快速列車は従前の毎時4本から毎時3本に減便となった。当列車は全区間で乗客数を限定していたわけではない点も特筆される。 この列車は増発ではなく、従来の快速列車の一部を置き換える形で、設定された経緯から、本数の少ない多治見中津川間の各駅相互の乗車に限っては乗車整理券が不要であった。しかし、乗車整理券を持っていない乗客のための座席が定められていないため、乗車整理券を持った乗客が現れた場合には、その乗客に席を譲らねばならなかった。車両は、 専用の313系8000番台電車3両編成を使用し、これを2本連ねた6両編成で運転される列車もあった。中央再線においては383系が時速 130km 運転を行っているが、特急車両以外の最高速度は時速 110km に制限されている。当初はセントラルライナーもこの制限が適用されていたが、 時速 120km に引き上げられ、さらに2007年3月18日のダイヤ改正からは時速 130km とした。しかし、いずれの引き上げに際しても所要時間の短縮はなく、定時運行の余裕自分を確保するための方策であった。313系8000万台電車は、当列車で使用するために特別仕様で製造された車両で、 313バン番台に比べて、シートピッチの拡大、背もたれの大型化、カーテンや、扉付近への仕切りの設置などの設備面での増強の、ほか、車内の色調も赤紫を基調とし、豪華さを意識した作りになっている。上空扉は一両あたり片側3カ所であるが、当列車での運用時には、中央の扉を締め切りとし、両端2カ所のみで上空を扱った。 なお、一般の普通、快速列車での運用時には、すべての扉を使用する。登場以来グリーン車の設定はなかった。1999年に増発運用として、用いられた383系の6両編成には、グリーン車が1両組み込まれていたが、これを、締め切り扱いとし、普通車5両のみでの客扱いとしていた。名古屋駅、金山駅、畜産駅、高蔵寺駅。 はじみ駅と岸駅、水波駅、鎌戸駅、武波駅、江名駅、美濃坂本駅、中津川駅。ありがとうございます。